PEGI 3。太鼓の達人が新たなプラットフォームで登場。 120fps 対応、コラボキャラと楽曲が新登場。走れ忍者道場を収録。太鼓ミュージックパスや追加 DLC を発売日より配信。いろんな魅力が加わって楽しさ広がる太鼓ワールドへレッツゴー。太鼓の達人ドンドフルフェスティバル。舞台は太鼓の遊びがぎゅっと詰まった街、おみこシティ。ライオン神社では好きな曲を選んでリズムに乗って和太鼓演奏。家庭用シリーズ初の 120fps 対応。演奏ゲームがより滑らかに。4つの難易度から選んで最大2人で対決や仲良く演奏など好きなルールで楽しもう。アニメ、ポップス、ボーカロイド曲など遊べる曲は76曲。人気ゲームの曲とキャラクターも新登場。繰り返し練習してスキルアップができる上達サポートも搭載。太鼓ランドでは対戦、協力、競争など最大4人で遊べるリズムパーティーゲームが楽しめる。どんどこタウンではオンラインで世界中の人と対戦。世界中のプレイヤーとのランキング戦に挑戦できるランクマッチや、いろいろなルールで演奏ゲームやドンカツおもちゃ対戦で遊べるオンラインルームマッチも。さらにルームマッチにフレンドと対戦できる機能が登場。一緒にとことん叩き合おう。遊んで集めたドンコインはアッパレストアでいろいろなアイテムと交換しよう。手に入れたアイテムはマイルームでカスタマイズ。お気に入りの姿に変身だ。一人でもみんなでも太鼓でとことん遊び尽くそう。太鼓の達人ドンドフルフェスティバル、新しいプラットフォームで11月7日発売。有料楽曲サブスクリプションサービス太鼓ミュージックパスに加入すれば700曲以上が遊び放題。早期購入特典でナムコの名曲をゲットしよう。